なんで、なんでこんなことになったんだ。禰豆子、死ぬなよ、死ぬな。絶対助けてやるからな。死なせない。兄ちゃんが絶対に助けてやるからな。炭治郎、顔が真っ黒じゃないの。こっちにおいで。雪が降って危ないから行かなくてもいいんだよ。正月になったらみんなに腹いっぱい食べさせてやりたいし、少しでも炭を売ってくるよ。ありがとう。兄ちゃん、今日も町に行くの？私も行く。ダメよ、炭治郎みたいに早く歩けないでしょ。母ちゃん、ダメ。今日は荷車を引いていけないから、乗せてもらって休んだりできないのよ。兄ちゃん、ついていきたい。ちゃんとお手伝いするよ。ありがとな、花子。でも今日はお留守番だ。しげるも、その代わりうまいもんいっぱい買ってくるから。本当？ああ。花子も帰ったら本読んでやるからな。うん、いい子だ。ありがとね、炭治郎。うん、じゃあ行ってくる。竹雄、できる範囲で構わないから少し木を切っといてくれ。そりゃやるけどさ、一緒にやると思ったのにさ。よしよし。なんだよ急に。竹に言ってるから。 うるせえ。よしよし。だからやめろって。早く帰ってきてね。気をつけてね。お兄ちゃん。禰豆子、六太を寝かしつけてたんだ。大騒ぎするから。お父さんが死んじゃって寂しいのよね。みんなお兄ちゃんにくっついて回るようになった。いってらっしゃい。生活は楽じゃないけど幸せだな。でも人生には空模様があるからな。移ろって動いていく。ずっと晴れ続けることはないし、ずっと雪が降り続けることもない。そして幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。ロちゃん、こんな日に山を降りてきたのかい。よく働くね。風邪ひくよ。これくらい平気だ。炭はどうだ、足りてるかい。おい炭治郎、炭を売ってくれ。こないだ障子を張り替えてくれてありがとうな。こっちも炭ちょうだい。炭治郎、ちょうどよかった。さらわった犯人にされてんだよ俺。助けてくれよ、嗅いでくれ。猫の匂いがする。ほら、あら猫なの。俺じゃないって言っただろ。炭治郎、ちょっと荷物運ぶの手伝ってくれねえか。遅くなっちまったな。でも全部売れてよかった。こら炭治郎、おめえ山に帰るつもりか。危ねえからやめろ。俺は鼻が利くから平気だよ。
うちに止めてやる。来い、戻れ。でも。いいから来い。鬼が出るぞ。